しろとは書いてないんだよ。うん。なるべくしてください、だから。うん。もう役所ももう勘ぐっちゃってんだよ。うん。もうあまりにも、その通報が多すぎて。いやー、どうかな。捕まらないようには生活はするよ、別に。うん。だって、もともと俺そんな悪いことしんねえじゃん。あ、役所はね、書類に書いてあったのには、1月7日に店には来てるけど、俺1月7日営業してないんだよ。うん。なんで俺がそれを覚えてるかって言ったら教えてあげようか。七草がゆう、やらなかったろ。それはなんでかって言ったら店休んでたから。ただし俺は店にいて店から放送はしてたの。うん。だから店の中から俺は配信やってるから配信で喋ってんじゃん。声がするから営業してたんだろって思っちゃってるんだ、役所は。いや、役所にアンチがいるっていうか、役所もほら、そういうのがアンチどうのこうのって。後ろに立ってたおじさんじゃないよ。あれは違うよ。あれあのビルのオーナーだよ。あれがアンチが、あのビルオーナーにバンバン電話入れて、ね、俺が用事があるから来いっつってんぞっつって、ね。で、俺の店まで来たんだよ。いや、俺呼んでないですけど。そんなの連日やってたらしいぜ、アンチが。ああ。たまったもんじゃねえよ。うん。キングさんおはようございます。だから、結局のところは、店も、もう、向こうの方がさ、間に弁護士挟んで、これ以上の、何?契約更新はできませんみたいな。うん。あれ、なんで俺に見えてないかって教えてあげようか。俺は文字を追ってるから、自分の画面見てねえんだよ。深夜さん。だから俺がごねたからだ、一回。うん。まあ、ネットに殺されるってことはないだろうな。うん。だから、今回アンチが本気になったのは、要するに、俺に、その、国から、その、金が入ることがどうしても許せなかったんだろうな。うん。だから普段の嫌がらせ、どころの話じゃねえ嫌がらせをしたんだよ。がっつり。うん。だから入らねえっつうの。田中さんおはようございます。再申請をするのに障害ありますか?いやー、どう、はい。好きな焼き鳥は、レバーの塩と、なんだろうな。焼き鳥は俺あんまり基本食わねえからな。皮かな、塩の。マカロンさん、おはようございます。いやいや、中丸はいいよ。
お前はさ、俺の中ではもうお前をアンチなんだから。うん。前に出るな。承認欲求強すぎ。うん。気持ち悪い。スズメ食ったことあるよ。うん。子供の頃な、鵜飼鳥山とかも行ったし。いや、ごめんなさい。そこのグループに入れないから。俺んとこにいる、俺と仲良く、プライベートで会ってる人たちは、仲間らなんて、相手しねえ方がいいよってみんな言ってっから。残念ながら。うん、あんなパータローってみんなが言ってるよ。あいつ頭相当悪いぜ、つってみんなで言ってるよ。酒の魚に飲んでるわ。みんなで飲むとき。悪いね。ごめんね。だからもう来ないで、俺の放送。申し訳ね。カエルは居酒屋にあった。逆によ、カエルなんかよ、今の方が出してる、あの、変わり種で出してる店あんじゃねえの。ラオさんおはようございます。だってほら、食用ガエルがあるから。うん、友達やっとできたんだよ最近。うん、俺一回懲りてるから珍味団で。だけど最近やっとなんか本音で話せる人が増えたの、何人も。うん、まあ俺が丸くなったっていうのもあるけどね。田中さんありがとう。よかったよ。だってこれ、今よ、この状況になって俺一人ぼっちだったら多分よ、相当へこんでんで。あ、ちょっと待って。もしもし。はい。そうです、そうです。はい。ハードムです。はいはい。友達はいなくてもいいって言ってたのは、なんかみんなさ、思惑があって周りにいた人が多かったから、だから、いいかなって思って、まあ、知り合いは、レベルまでで、にしとこうかなって。思ったから。だけどさすがにやっぱりよ、年食ってくるとよ、寂しくなるんだよ。うん、で今仲良くしてくれてる人がいるからさ、ありがてえなと思って。愛ちゃん、いやあんなの俺が訴えりゃなあ、偽計業務妨害とか威力業務妨害で訴えりゃパクられんで、本当は。
通に考えれば。だけど、そんなことやったって、あいつにも家庭があるんだろ？子供もいいんだろ？なあ。だからよ、もうそこまではしてやりたくねえんだよ。まった未来があんじゃねえかよ、あいつにはよ。いや、訴えるのは警察に訴えるから金かかんないよ。しゃあねえよ。優しいアピールじゃねえよ。全然。いや、動画で上がってるから無理じゃねえよ、ガンちゃん。証拠は全部動画に上がってんだから。YouTube を訴えるなんて俺言ってないよ、別に。で、俺そんなにみんなが思ってるほど、カチンってなるタイプじゃないから。その前哨戦があっての流れだから。まあ、ツケが回ってきたっていうか、まあ、そこまで俺のこと嫌いな奴がいっぱいいるんだなと思うから。いや、深夜さんさ、俺がぶん殴ったのだって、その前段階で帰りな、帰りなって、お金いらない、なんで客だからいたっていいじゃねえかとか言ってきたから、いや、お金いらねえから帰ってくれよって、俺はお願いしてんだよ。いや、だってよ、配信っていうのはよ、煽り煽られの話だろ。だって相手もよ、な、俺のことさんざっぱら煽ってんだよ。だから俺も同じぐらいで煽っただけだべ。でも向こうはそれで聞いちゃうんだから。カッカカッ向こうはしちゃうんだ。俺らは遊んでんだからね。パイセンはね、警察訴えるタイプだね。まあ、でももう反省して、もう人のことなんか引っ張られたりしないし。老眼鏡俺どこ行ったっけな。もうよ、ラインがよ、老眼鏡かけないと見えなくなっちゃってよ。もう俺も死ぬのかな。どうすんべかな。白内障じゃねえんだって。もうラインがよ見えねえんだよ、本当に。だ俺外出るときも絶対老眼鏡持ってかないとダメだお前。
がちゃんマンルートをたどってるよ。まあでももうほぼほぼもう俺の名前はそんなに意味ないだろう。なあ。もっともっと人集めれる配信者もいるしさ。なあ。もう俺なんか年食っちゃってよ。みんな昔のイメージで見てるからじゃないの？一日中俺スマホなんか見てねえって。タレちゃんが？だそういう時注意してくれよ、文字でよ。佐野って、回転数上がりすぎてんぞ、つって。つってなるから。幹事長、いつもありがとう。連動して落ちていくね。いや、だからよ、原ちゃんがよ、大丈夫なのかなって、なんかみんな言ってたじゃん。原も積むぜって、なんか言ってたから、いや、でも俺、原ちゃんにもうバックアップはいるんじゃねえかなって思ってたんだけどな。あの人もギリギリで、崖っぷちだけど、ギリギリでやってるよね。それはそう思う。いや、紐かどうかはそれは分かんないけど、俺原ちゃんの配信見てないから。だけどそれ以外にも。アラちゃんの放送が好きで見に行ってるリスナーの中には多分いると思うんだけどな。うぅ。いないの？俺いそうな気がするけどな。最近頭が痛いもん。いろんなこと考えると。親でも食うか。うまい。ホヤが一番酒の魚っていうかつまみに好きかもしれない。酒を飲みすぎる？だからそういう時はさ、ルーさんとかもさ、おいそろそろほどほどにしとけよとか言ってくれりゃいいんだよ。そこ行くとよ、逆に考えたらよ、ルーさんよ、原ちゃん酒飲まねえであそこまでピキれるってすげえ才能だぜ。俺酔っ払った勢いでよガッてやるけどよ、原ちゃんよトロカフェ飲んであんなピキれるんだぜ。ある意味すげえぞ。マジでカフェオレだけであれだけピキれるって相当すげえぞ。プロだよ、もう。ピキプロだよ。ファビョってるっていうか、もう。タレちゃん？いや、クソワラだって、タラカちゃんよ。いや、俺はそれをずっと考えてたんだよ。本ちゃんのピキだよ、あれが。とろってんのかわかんないけどよ。
だってよ、人間よ、甘いものとかよ、飲んだり食ったりしてるときってそんなにイライラしないのが普通だろ。ちょっと幸せな気分になるよ、糖分入ってるときって。なあ。普通は。甘い。いや、甘い飲み物だけど、俺一回よ、真似して買って飲んでみたんだよ。うえってなったよ、あれ。うわ、砂糖水って。うん。カラちゃんはもう、あれはもう、筋金入りのプロだね。ピキらせたらやっぱり本ちゃんは腹なんだよ。すげえもん。